今回はカレーライスに合うプレートお皿を、探していましたところ、たくさん可愛いのが出てきましたのでご紹介したいと思います。まあいろんなお皿がもうこの世にはいっぱいありまして、素敵なお皿たくさんあるんですけども、私が今一番こうなんていうかしっくりくるというか、愉快で楽しくて生活が楽しい、日々の食卓が楽しくなるなと思うお皿を紹介したいと思います。まずは、まあ、カレーライスなので味わい深くコクがあるように感じるための定番のお皿って言ったら、やっぱこういうアラビアのですね、ルスカっていう茶色いお皿、まあ、定番ですよね。こういうのが、まあ、一番いいかなと思いますが、それ以外にもやっぱもっと遊び心というか楽しみを見出すためには、こういうプレートも可愛いです。楕円で卵型みたいな感じで、やっぱりご飯とカレーとサラダやなんかプチトマトやなんか乗せてディスプレイを楽しめるかなと思います。あとはですね、もういっぱいあるんですけど、こういう茶色いお皿でハスのような模様があります。これもすごくカレーライスに合うんじゃないかなと思います。可愛いです。そしてまたですね、もういっぱいいいのがあって、でまあこれもダンクスじゃないな、アラビアですね、アラビアのお皿ですが、これも本当定番の縁が茶色くてちょっと線が入ってるやつですね。あとはですね、本当にいっぱいあります。こういうあのスープボウルでちょっと深めになってるお皿なんですけど、こういうのに入れてもカレーライス可愛いし映えますよね。なんかこう楽しい気持ちになって食べるのが楽しいなみたいになりそうです。あとはですね、こんなやっぱカレーなんで黄色というか茶色のその雰囲気に合うお皿で少し深くなってるやつがいいかなと思いますね。であとはもうほんと定番中の定番なんですけど、こういうモナミっていうロールストラント、よくありますよね、北欧のお皿、こういうのに入れても美味しいかと思います。あれ、間違えた。あとはちょっとこれはもう変わってるアラビアのお皿でもちょっと変わってるお皿みたいなんですけど、こういうのでも楽しめますよね。味がちょっと薄くなるかなって時はこういうお皿はサンドイッチとかに使ってもいいかもしれないです。朝の爽やかな雰囲気が出ますね。あとはこれすっごい綺麗な細工がしてあります。ひまわりですかね、柄が縁に書いてあってちょっと高級感が出ますね。なんかちょっと年配の方をおもてなしするときなんかにはいいんじゃないですかね。こんな感じで、はい。で、あとはもうほんと愉快なお皿がいっぱいあって、であとやっぱカレーなんでご飯とカレーをのルーをかけるので、こういうちょっと何ですかね、まん丸とかじゃなく少し楕円がかったお皿も映えるかなと思います。料理が映えるんじゃないでしょうか。他にはそうですね、こんなピンクの大きなお皿もいいんじゃないですかね。でご飯とカレーは本当お皿のまあちょっと横に寄せて、なんかいろいろデザートとかヨーグルトとかサラダとかも一緒に、これ32センチでちょっと大きめなんで一緒に乗っけてあげると
楽しめるかなと思います。あとはこんなお皿もあります。アラビアの140周年記念プレートらしいんですけど、ご飯とカレーが乗ってて、この真ん中の模様見えない状態で食べ進めていって、食べ終わったらこの顔が登場したみたいな、そんなのもちょっと愉快かなと思います。えっみたいな、食べてんの見られてたみたいな感じになるんじゃないでしょうか。あとはですね、すごい私が今一番気に入ってるお皿はこれですね。ちょっとボールがかってちょっと深いんですけど、まあこれカレーを食べるにはすっごい一番今お気に入りのお皿です。まあ 13,480円、ちょっと高いんですけど、まあ自分のために日々の生活を楽しむために、まあ1枚持ってても豊かな心で生活できるんじゃないでしょうか。あとですね、あら終わっちゃう、あとこんなお皿もなんかこう何気ない日常にそっとあると楽しめるかなと思います。はい、ちょっとボールがかってますね。サラダとか入れるのにいいかもしれないです。はい、あとはですね、いっぱいお皿、いいお皿いっぱいあったんですよね。あとはこれとか、まあお花の柄が両方についてて、冬とかあったかい気持ちになってご飯食べれそうです。はい、あとはこんなのどうですかね。ちょっとひまわりみたいな感じなんですけど、これも北欧のお皿の中では結構定番中の定番なデザインで、この木立がこうあるんですよ、周りに。それがひまわりみたいに見えるっていうお皿です。これも本当北欧系のカフェとか行くとよく置いてあるお皿で、結構あのお皿だけ見るとちょっと抵抗はあるかもしれないんですけど、実際料理が乗って出てくるとワクワクするお皿です。やっぱり料理を乗せた状態で見ないとイメージがいまいち湧かなかったりもするかなとは思います。あと今回なんか素敵だなと思ったのはこれですね。この手書きの絵柄なんか可愛いです。こんなのも最近アラビアで出てきてますね。はい、アラビアのお皿です。アラビアっていうのはまあアラビアの国じゃなくて、あのフィンランドの確かお皿です。はい、あとはですね、こんなお皿もあります。すごい可愛いですよね。ドットの白で赤い縁にドットの柄がだんだんこうちっちゃくなってって、なんかこうお皿の奥行きというかが出てますよね。こんな愉快なお皿もすごいいいと思います。あとはこんなお皿もすごくいいなって思いました。はい、ファイアンスプレートリンドベリー、これ結構このリンドベリーのお皿って可愛いんですよ。ほんと手作り感あふれてて、なんか作家さんの優しさとユーモアが伝わってきます。こんなお皿にカレーを乗せてもほんと楽しく食事できるんじゃないかなと思います。はい、あとはもうほんと定番中の定番のこんなジャンセンっていうやつでしたっけね。これも本当何にでも使えます。29センチなんで、まあサンドイッチとか乗っけてもいいんですかね。あとはデザートを乗せてもいいです。あのガトーショコラとか乗っけて、生クリームを乗っけて、でいろんなフルーツをパラパラと散らしてミントの葉っぱを添えると
すごい可愛くできますよ。本当に簡単な、簡単にこうなんていうんですか、プロっぽいシェフみたいな、パティシエになった気分にまでさせてくれるお皿ですね。あとはこのさっきも出てきましたけど、木の木立のこの絵が描いてあるお皿、これもちょっと横長になってますので、カレーライス食べるのにいいかと思います。はい、そうですね、そんな感じですかね。いろんなお皿ありますが、素敵なお皿いっぱいあるので、皆さんも探してみてください。